こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご遠慮いただいた方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、西武新宿線の、沼袋駅です。沼袋駅からは、徒歩6分の駅地下です。今回の物件は、個人的に好みの、昭和レトロ、です。昭和にタイムスリップしたかのような物件です。昭和レトロですが、オーナー様がすごく丁寧に手入れしていて、今までの昭和レトロと比べると、かなり住みやすそうです。庭も広く、都会にいながら、田舎暮らしを満喫できる物件です。6DK の大きい平屋の一戸建てです。あ、物件に到着しました。あれです。もうこの門が、いかにも昭和の家という感じです。では、入ってみましょう。おお、扉を開けた瞬間、緑が広がって、とても東京の物件とは思えません。物件があれです。おお、見事な昭和レトロな物件です。築年数不明ですが、おそらく昭和30年代よりは、前に建築された雰囲気があります。敷地も広いので、いろいろと楽しめそうです。しかし、ここは本当に東京でしょうか？どこかの田舎に来たのでは？と錯覚してしまいます。ちなみにここからは、雰囲気を味わっていただくため、BGM はなしといたします。いつも少なめなナレーションですが、今回は、さらに少なくして、こちらの建物の雰囲気、自然な音を味わっていただこうと思います。こちらは、倉庫、物置になります。玄関渋くてかっこいいです。部屋に入る引き戸、枠組みだけです。これは、これでありですね。
これは、コメントせずには、入れませんでした。なんと渋くかっこいい、収納なんでしょう。扉裏が鏡になっているのもいいですね。
かがだったでしょうか。このチャンネルの視聴者様は、小さい時に、このような家に住んでいた方も、多くいて、懐かしかったのではないでしょうか。しかも広い庭があって、小さいながら畑もある貴重な物件です。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、苦節宿、を発表します。今回の、苦節宿、は、5、です。昭和レトロ好きなので、完全に独断と偏見で、5、としました。今回の物件、昭和レトロ、でも丁寧に手入れされていて、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。